やあ、僕はライオネル。このキャンプサイト初のキャンパーさ。初とか自分で言っちゃう。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでキャンプサイトの方に人がやってきているということなので、まあ人っていうか動物がやってきているということなので、キャンプサイト見に行ってみようか。どんな感じなんやろう。さあ、誰が来てるのか、ドキドキ。違うな違うな。いや、僕はライオネル。このキャンプサイト初のキャンパーさ。初とか自分で言っちゃう。君は、この島に住んでる人かい？しばらくの間お邪魔させてもらうね。なんかテントの中入ったら勝手に喋り出した。君だけに打ち明けるよ。実はこの島に来てからやけに視線を感じるんだ。みんなとても親切だし、もしかして僕に帰らないでって思ってくれてるのかな、まさしく。そんなことはないと思う。移住の選択肢しかなくね？移住の選択肢しかなくね？よくないよ。え、いいのかい？でも勝手にこういうこと決めちゃっていいのかな、まさしく。そうだ。君はここの住民だし、島の管理人さんとも知り合いだよね。僕がこの島に移住できるよう、管理人さんと相談してもらえないかな。これさ、肯定的な選択肢しかなくない？怖いんやけど。なんか、何が何でもこの島に住もうとしよる。いらないよ、ライオネルとか。どういうこと？ありがとう。僕の運命は君に託した、まさしく。超強引に住んできた。何？初のキャンパーは必ずってこと？来ないで来ないで。帰って。帰って。誰なの？君が話をつけるまではここで待たせてもらうからね、まさしく。話をつけない限り他のキャンパーは来ないぞということか。来なくていいよ、お前。何なの？はぁ、すごく強引に話を進められた。でも他の子も来んってことよね。ということはまあ、他にいい子を連れてきたければ、気に入っていない子を追い出せということだな。ふぅ、話しかけてしまったがために。あ、しずえさん掃除しよる、かわいい。めっちゃかわいい。たぬきちは窓から何を見てるの？やっほー。アイナさん、どうもどうも。しずえさんに放送でもお知らせしてもらったけど、今日はキャンプサイトにお客さんが泊まりに来てるんだなもん。アイナさんも時間があれば。いや、時間がなくても作って様子を見てきてほしいだなもん。ついでに脈がありそうだったら、ぜひともアイナとへの移住の勧誘もしてきてちょうだい。誰でもいいわけじゃないんだよ、私は。移住してくれるって。え？本当に？さすがはアイナさん、仕事が早いだもん。となるとのんびりしていられないだもんね。次にやるべきことは？新しいお家を建てなくっちゃ。アイナさん。アイナさんが勧誘してくれたお客さんのお家の場所、決めてもらえると嬉しいんだけど。まあいいけども、もう来るんでしょ？決定なんでしょ？さすがアイナさん、ありがったらも。そしたら土地を確保するためのハウジングキットを渡しておくだらも。アイナさんの荷物に入れておいたから、いい場所が見つかったら、お家の場所を決めてきてちょうだいね。それじゃあよろしく。さあ、ということで、どこにしようかな。ってことは、また家具とか作らんといかん感じか。こっち女の子たちが住んどるけん、こっちにしようかなって思うんやけど。ふぅ。みんなやっぱりあれなんやろ。キャンプサイトに初めて来るキャンパーも、あれやろ。ランダムってことやろ。いいな、初めて来るキャンパーが可愛かったりとかする人。何やってんの？なんかダンベルで体鍛えようんやけど。ストイックだね。サングラスかけとるし。やっほー、楽しくやってる？あは、話しに来たよ。ね、そんな格好しとったっけ？ジャージとか着とった？今日はこれから何して過ごそうかな。あは。絶対ジャージとか前まで来てなかったよね。へえ。モニカちゃんの休日って感じ？あ、そっか。女の子あっちに住んどるって、モニカここに住んどんか。やっぱこの通りかな。この辺。もうちょい奥やな。ちょい待って。
このあたりかな。これでちょっと想像してみる。あれ？周りの家具とかはなしなん？今回。ん？もうちょっと手前か。ちょい待って。その辺のバランスがちょっと難しいんですけど、この辺？あ、こんな感じかな。ちょっと、周りに家具とかを置くことを考えたら、これぐらいかな。これでちょっと、想像してみる。まあ、こんな感じ？じゃあ、ここで、オッケー。イエーイ。お家の立つ場所を決めた。この場所気に入ってもらえますように。この辺ちょっと住宅地的な感じ。もうちょっとスペース空いた方が良かったんかな。まあ、いっか。こっち側だけに家具を置くって思えばいいか。じゃあこれで、ここにライオネルが、はぁ、入ってくるのか。入ってくるんだな。なるほど。決めたよ、場所。あれでよかったのかい？アイナさん、どうもどうも。どうだなの？新しいお家を建てる場所は無事に見つかったかな？バッチリ決めてきたよ。おお、それはよかっただなの。住む人は決まってるわけだし、一日でも早く引っ越してもらえるように、お家の工事も超特急で進めるだなの。それにしても、移住希望者はいつ終わられるかわからないのに、そのために慌てて土地を探すっていうのもあまりにも行き当たりばったりだもんね。そうだ、こうするだなも。今後はインフラ整備の一環として、あらかじめお家用の土地を確保して、売り出すことができるようにするだなも。手数料はいただくけど、その代わり無事に入居者が現れた時点で、成功報酬としてマイルを差し上げるんだも。お金で返して。あやなさんもまたぜひご協力お願いしますだなも。了解です。なるほどね。じゃ、とりあえずライオネルにも報告いるかな。さあ、報告しに行くか。お、釣り中ですか？クソ、釣れないなぁ、でっさい。そういうこともあるよ。そしてその近くを私が渡っていくから、さらに魚は逃げていく。よいしょー。さあ、それじゃあここにも。まあ、でも1000ベル掘り出して3000ベルゲットできるんやけん、2000ベル得ってことよね。よきよき。はい。あ、魚逃げんやん。心が強いね。さあ、それじゃあ、報告を。やっぱ王様みたいな格好しとるけん、ちょっと、自分勝手なんやね。待っていたよ。それで、どうだったかな？なんだって？管理人さんと話をつけるだけでなく、住む場所まで見つけてくれたのかい？マーベラス。何から何までありがとう。これで僕たちは同じ島で暮らす仲間になるんだね。それじゃあ僕は一度ホームに帰って、引っ越しの準備を始めるよ、まさしく。私やったら絶対さ、勝手に場所を決めないでほしいって思うけどね。家まで勝手に決められて。アイナでは新しいライオネルを発見できそうな予感がするよ、まさしく。そうですか。私は気が進まないよ。まあ、なんか今までにおらんタイプの動物やけん、新鮮ではあるけどもね。655ベルしかない。いやでも、いらないものを売って。株価も見ておかんとね。待って、クマ欲しい。めっちゃ欲しい。超欲しい。とりあえず、売ります、売ります。買い取って。なんかあの実験セットめっちゃ豪華じゃない？え、あれで一つやろ？すごくない？なんか。売るもの。で、とりあえず、ドラム缶がいらんのと、アイロンもいらん。雑草もいっぱい生えとるけんいいや。あげる。いくらになる？安っ。377ベル。安っ。何ベルぐらいかな、あのクマ。これ超欲しいんやけど。そちらの商品はクマのナミちゃんでございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。うぃー、2300ベル。ちょっと待って。ね、今日の株価どんな感じ？何かご用でございますか？今日の株価は。ただいまの株価は、安っ。なんかどんどん安くなっていきよる。
大損する予感。まあ、20株しか買ってないけんね。今日の高額買取品何？アイアンガーデンテーブル。あれか。モニカちゃんの家にあるやつやんね。いやー、ちょっと待ってね。とりあえず、手前にあった草もなんなら欲しかったけど、これ猫の草かな。熊のなみちゃん、欲しいです。ください。2300、よし。買っちゃう。良きだね。で、一応さ、今なんかペット用のベッドみたいな部屋に置いてあるけん。これもし猫の草やったら。ほらほらほら、猫草や。欲しい。570ベルやって。ベルの木揺すってこよ。よいしょ。ってことで、その猫草ももらえます。よし。はい、買っちゃいます。さあ、これでさらに部屋がいい感じになるはず。570ベルもするんやね。高いね。あ、そっか、現品限りじゃないんか、あれは。なんか、お金減ったのにあるやんって思った、ここに。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか思ったんやけど、左側の土地にある、ちょっと出っ張ったところ、家建てれんのやったらさ、なんか灯台みたいなの建てたらちょうどいいような気がする。インフラ整備のやつであったよね、確か。インフラ整備？違うか。タヌポートのやつであったんかな。マイル交換。